YouTube はそうだね、まあマイカと2人で YouTube を始めさせていただいたんですけど、本当に特に深い意味はなくて、深い意味はない。本当になんか2人でご飯を食べてて、普通にこういう姿をファンの方にお届けするのが一番面白いよねとかっていう話になったんですよ。なんか2人でご飯よく食べることも多いし、素の姿とかお届けするのいいよねみたいな感じで話になって、やってみるみたいなっていう、本当にノリというか本当にそれくらいの感じで始めたんですね。だから正直あんまり何も決まってなかったし、こうなんか一度しかないねこの人生を、まあ何か新しいことにチャレンジすることもいいだろうしっていう、まあ、いろんな理由でやってみようかって言ってやっただけなんですよ本当に。でも全部それこそ、まあ、2人とも編集してるんですけど、全部独学で YouTube とかでなんかやり方調べたりしてやってそう、何も右も左も分からなくて、で YouTube のアカウントとかも自分たちで、え、こうじゃないこうじゃないとか言いながら2人で隣で作って、もうなんか全部自分たちで基本、まあ動画のチェックとかは一応ねマネージャーさんが最後チェックしてくださって OK 出て載せてはいるんですけど、それ以外は自分たちで撮ってるから、なんかスタッフさんへの感謝だったり、自分たちでやればやるほどスタッフさんの大変さが見えてきたかなって思います。だから2人でなんか同時にね喋っちゃったりとか、あとそれ本当に生配信に慣れてるから、どっちかといったらなんか間が怖いくていっぱい喋ろうとしちゃうのね2人とも。だけど、まあ、編集で正直切ればいいから慌てて喋る必要がないんですよ。だけどそれの癖がついてないからまた YouTube は違うなって思ったし、あとまあ撮影許可とかもう全部自分たちでなんか聞いたりするから、すごい感謝ありがたみがよりあります。だからまあこう私のファンの方はショールームもね今は毎日やってないから、一個なんか見るもんがちょっと増えたなラッキーくらいの気持ちでいてくださったらなって思います。他のメンバーのファンの方ももしかしたらいつかメンバーが推しメンが映るかも、声が聞こえるかもってことがあったらラッキーくらいの気持ちで思ってくれたらなと思いました。